どうも、皆さんこんにちは。渡辺です。今日はですね、オイルの付け方について紹介していきたいと思うんですけど、皆さんね、オイルを付けるときっていうのはどうやって付けますかね？多分ね、こういう風に、毛先だったりとか、表面ちゃちゃっと付けることが多いかなと思うんですけど、ただね、僕らね、美容師っていうのは、オイルの付けるときに気をつけてることがあって、まあ、全体に綺麗に付けるっていうことを心がけてやってるので、で、そうすることによって髪の毛もだいぶ綺麗に見えますし、乾燥だったりとかパサつきもしっかりと抑えられる方法になるので、それの今日はコツを皆さんにご紹介していきたいと思います。まず、ヘアオイルをだいたいね、ワンプッシュぐらい出します。で、しっかりと手になじませて、基本的になんですけど、まずは毛先からつけていきます。一番最初にね、根元の方からつけてしまうと、結構ね、ベタベタになってしまう可能性があるので、まずは毛先。で、その次に、大体皆さんこう上に行きがちかなと。中間と、この辺の中間と根元に行きがちかなと思うんですけど、僕らは大体このね、内側行きます。内側の中間あたり。で、またちょっと開けて、中間あたり。をつけていく。ね、こういう風につけていくことによって、例えばですけど髪の毛のボリュームが多い方とかだったら、綺麗に収まってきますし、乾燥だったりとかね、パサつき、いつもね、オイルだったりとか、スタイリング剤つけたとしても、乾燥される方って結構多いかなと思うので、こういうね、中からしっかりとつけてあげることによって、こういう乾燥パサつきっていうのがしっかりと抑えれます。で、なおかつ全体的に均等にオイルだったりとか、スタイリング剤ってついてくれるので、今回はねオイルで、試してるんですけど、他のねバームだったりとか、そういうスタイリング剤とかをつけるときとか、洗い流さないトリートメントをつけるときとかもこの方法は結構適しているので、しっかりとね次に内側の部分をつけるようにしてください。ちょっと手に残ってる部分とかで表面を最後につけてあげる。多分ね、こうすることによって、だいぶさっきよりもツヤがしっかりと出てるかなと思います。で、これでも足りない場合っていうのは、もう一度ね、オイルを足して、まあ、いわゆるオイルとかって言いますけど、の、もう一度足してあげる。で、スタイリングとかも、この後にある程度全体つけたら、例えばですけどね、表面にレイヤーが入ってる方とかだったら、この毛束を、こう出すような感じでスタイリングしてあげる。なんだかんだでね、今のやっぱりヘアスタイルっていうのはこの毛束が結構大事かなと思うので、そういうのをね少しこう出してあげるようにスタイリングしてあげる。そうするとね髪の毛綺麗に見えます。で、さっきみたいに中の部分にあんまりこうねオイルだったりとかスタイリング剤ついてないと、やっぱりね、こう毛束を出した時に結構ね、中がパサついたりとかして、あまり綺麗に見えなかったりもするので、なるべくね、内側の部分からしっかりとつけるようにしてみてください。たったこれだけです。これだけでね、本当に多分印象がだいぶガラッと変わったかなと思います。はい、ということで、こんな感じでね、つけ方やってみました。基本的な、付け方になりますので、これっていうのはね、結構もう、いつの時代も、スタイリング剤をつけるときっていうのは、こういう風につけてます。本当にね、騙されたと思って、この方法をしっかりとやってみてください。髪の毛がね、一日結構ね、ツヤだったりとか、潤いが出た髪の毛になったりもしますし、綺麗に、めちゃくちゃ綺麗に見えるかなと思いますので、ぜひ、この方法を実践してみてください。この動画が良かったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。